小だろくでしたよね、はい、小だろくなのだ。江東区じゃなくてこの向こう側から江東区、こっち側墨田区千歳ですよね、はい、千歳ですなのだ。こういうね、なんつうの、わっぱっていうのかな、木のなんかお椀みたいのがたくさん並んでるのがわかると思うけど、こういうのを使ってここにまず白い、なんつうんだろう、ペンキっていうのかな、塗って、今白だけどこの後、あ、これ全部白用ですか。黒くなります。黒ですよね、この後ね。これは木の芽取れてるんです。あ、そっかそっか。でこの後木の黒いニカワじゃないんだけど合成樹脂ですよね、確かね。なんかニカワっぽい、今はニカワ、昔は使うニカワだったけど、今はニカワっぽい合成樹脂を使って色を塗っていくのだ。さあこれが何になるでしょう。わかんないよね、みんなね。あの提灯の頭の部分と尻尾っていうのかな、下の部分の、なんだパーツ、それを今っていうか、ここがそれを専門に作ってるお店、会社です。なんか、さっき聞いたら日本にこれだけを専門にやってるとこは一社だけらしいのだ。珍しい会社なのだ。以上なのだ。ありがとうございました。なのだ。